はい、皆さんお元気ですか？大塚善翔です。ジャズ小話の日曜洋楽劇場ですね。5年生の秋から集団疎開に、空襲激しくなって昭和19年9月吉野山へ、吉野の生活っていうのはそれなりに、まあ20人ほどの生徒、同じ組の生徒は、いるんですけど、それぞれね、やっぱり性格があってね、で、お山の大将ができますね。ボスみたいなやつが、でっかいやつがおってね。で、それにみんなこう、服従せなあかんわけ。そんな思い出もあったわ。それから、寝小便。寝小便すんねん、僕。これはバレた時だけはもう恥ずかしかったね。隣のおやつの布団のところまで転がって寝ててね。で、小便垂れたんです。朝なんてパッと自分のところで起きてて、隣に座ってたら、あ、濡れてる。なんでや。天井見てて。雨が落ちていた。ね、あ、大塚小便垂れたわ。大きい声で言うね。ごめん。それが一番こう恥ずかしかったことやね、小学校の時。あれ嫌やったな。でちょうど3月の14日の大阪の大空襲の時も僕ら夜中ずっと見てたんです。もうね、山の向こうにね、大阪の炎が見えるんですよ。もう絵で描いたらこのぐらいの大きさに。すごかったね。吉野山から見えるぐらい大阪が燃えたんや。焼夷弾が落ちてくるときに綺麗なんです。ピューと赤いのが落ちてきてパーンと開くわけ。開いたらゆ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 ら。で、シューッと落ちたら下がブワーッ燃え出すわけです。僕は下の終戦の15日前ぐらいから大阪帰ってたからね。空襲にも会ってますね。で、僕見た西宮の空襲もあったし、堺も確か僕帰ってからだと思う。でその時はまだ大阪支店の塾新法院長の家で焼け残ってたんですよ。で小宮町の僕の天皇塾役所の前の小宮町に住んでたんだけど、そこは強制疎開、家を倒されたのに、せっかく焼け残ったのに、せっかく焼け残ったのにね、潰されてしまって、で新法院長へ変わったんです、ちょっと南の方で。でそこで見てた大阪の8月14日の大空襲、最後の空襲やね、朝ガーッと飛んできて、エビン塾もう空襲警報出てるんですよ。それでももう飛んできたら上まで来るから、もう爆弾欲しいから見てるわけです。ちょうど真上で爆弾離しますね。パン、みんなねプロペラがついてるのかな、ザー途中やめとく、ザーッてね、音がするね。すごいよ、なんとも言うことやわ。45度で落ちていくから、ほんならみんな、あ、これ公営交渉狙われてるな。で、京橋の今のあの何、公営交渉、公営交渉はあれな、ビジネスタウンっていうの。ああそうそう、 OBP が上がったり、あの辺ね、全部あの兵器を作ってたよ。砲兵交渉言って、そこでので爆弾を落ちてるわけ、ね、ところがそれ玉が京橋駅をして、さあたくさん死んだんです、民間人が。そう、14日、だから前日ですね、前日終戦。そうで、僕の隣組のね、松永さんっていう人、その日出征したんです。京橋でちょうどその教授によって、かわいそうにね、一日仕事は助かってんのに ね、もう何とも言えん、もうみんなでそない言うたわ、はい、一日仕事を使ってんのに。でもものすごい空襲やった、あれは。最後の空襲やね。それで宣伝ビラがビラビラ落ちてきますね、ビラやからビラビラビラアメリカ軍が巻くビラはね、キラ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 、綺麗ね。また夏のええ天気に続く時にこんなピラピラ、それを拾ったら絶対に飲んだらあかんってことになってるわけ。組長さんに渡さないかんねんけど、見たいやん。
もうあの日本はね、お前らは負けるとなってます、ね、そういうね、うん、ちゃんとしたそのあれをしますから、ちゃんと覚えてないけど、うん、そういうこと書いてある、うん、あ、で15日の12時にその天皇陛下の玉音放送があるんで、みんなこうどっかのラジオを拡声器に出して、うん、で隣に全員集まって聞いてたんですけど、最後まで何言ってるか僕は分からなかったんです、うん、そんな兄貴が横に立ってて、すぐ上の吉明、僕吉明って思う、吉明日本負けてんで、え戦争に負けてん、えどないなの、そんなの分からんってで家入ったら親父はね外へ出て、今度家の中で聞いとったんです、うん、親父泣いてましたわ、うん、負けた、ああそれだけやっぱ悔しかったよな思って、で僕はねその日から電気がつけられると思って、ものすごく嬉しかったの覚えてるね、うん、家中の電気つけたもん、うんうんうん、それまではねカーテン10日間生カーテンを全部窓ビチッと閉めて、うん、夏の暑い時ですよ、かわいそう閉めて、ね、でこう今傘のついた電灯を この辺まで下ろして、そこへホロー、また黒いホローかけて、このぐらいの明かりのところで物を読むんです、うん、そんな生活だったし、窓を開けっぱなして電気つけて、うわーって不謹慎ですけど本当に嬉しかった、ね、嬉しい、子供だから今日から電気つけられない、うん、小学校6年生ですね、うん、6年生の、夏休みと、うん、でもまああと米軍が上陸してくる、連合軍が、うん、怖いからもう女子供は絶対表出れんように、そ、うん、やけども軍隊やけれども戦をする人じゃない人が来た、うん、どうなのか、いわゆる陸軍省とか海軍省じゃなくて文部省の人が来たよ、ね、すごく紳士的な人、うん、で女性のあれかっこよかったね、将棋とかタイとか、うん、女の人だねって支度を着てるわけや、軍服を、そんな人いてて、金品チョコレートを買ってくれるね、本当にチョコレート持ってたの、持ってんね、持ってるの、ポケットチョコレートないときはものを行くけど、あの区役所があって、うん、で病院もあったから、うん、やっぱり来ますね、あ、はいはい、米軍の、はいはい、兵隊さんがねそばで見るでしょ、だからもう靴一つ、あの文化っていうんですか、うん、あれでもすごい性能、水にバーン使ったらええようにね、あなってる、でっかい足で、うん、あっ、こんな履いてんのかとかね、でっかい、それでは皆さんまたお会いしましょうね。さよなら、さよなら、さよなら。